超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです ななゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康雄の「日本最高日本最高へのシーズン」の時間が今週もやってまいりました えー、これは収録はです、ね、5月28日金曜日の午後3時に行っておりますがもう皆様十分ご存知でいらっしゃるようにですね、えー、在日米軍の沖縄いわゆる普天間問題というものに関して一つのです、ね、日米の合意ができたと、えーまあ、これに関していろいろとおっしゃってる方がいるという中で,です、ね、この番組では今までもう去年のもう11月の段階からです、ねえー、下地幹夫プランという大変に素晴らしい もう、活目すべき案を示して、ですね非常に射程の長い日米の関係、日本の防衛の在り方というものを下地美京さんに語ってきていただいておりますが、本日もよろしししくおお願いいいたお越しをいたます越をだきました,ましたで今日は、ですねあの普天間問題、鍵括弧決着、いわゆる決着ではなく、これこそ始まりだということでお送りしたいと思いますが、まず最初にちょっと、28日金曜日の朝に、ですね、えー、日米共同声明というものが出ました。この ポイントををですすねお示しをしたいいと思います、えー、普天間飛行場の代替施設の滑走路は1800メートルとし沖縄県名護市のキャンプシュアブ辺野古崎地区と隣接する水域に設置をするとで代替施設の位置と後方の検討は今年8月末までに完了すると現行計画の環境影響評価アセスメントの手続きを著しく遅らせない。 え鹿児島県徳之島をはじめ海兵隊など在沖縄米軍の県外への一部訓練移転を拡充するとグアムなど国外移転も検討するとえ外務・防衛担当閣僚による次回の日米安全保障協議委員会までに移設計画を確認するそして沖縄本島東にある米軍訓練水域の一部を返還するとまああの声明のポイントはまあ大きくこのくらいかなとは思いますがす、ね。はい まああのこの声明だけを見るとですね非常にまあ沖縄の基地負担軽減に今、田中先生が言ったように新たなスタートは切れたのかなというような思いがしますよ。しかし、鳩山総理が初めにバッターボックス入って,て満塁、除外ホームランを打つとおっしゃるから県外、国外とおっしゃるからこうやって私からするとシングルヒットまあ送りバントという人もいますけどもそういうふうに。 三振ではないにしても結果的にはホームランを打つとおっしゃるもんだから、うん、ホームランを打てなかったじゃないかと,、うん、という話にまあなってしまっていると、うん、でチームには、ね、沖縄県にとっては、まあ、これはマイナスな要因は、まあ、この日米合意には入っていないことだけは確かなんですけど、うん、まあそういう意味ではです、ね、きちっと段階的に抑止力を考えながら沖縄の基地の負担,考え負担軽減をやりながらバランスよくその負担軽減をやっていくと。 いうようなことを初めからきちっとおっしゃっておけば、ねうん、まあこんなにまで混乱はなかったのかなというようよな感じはしますね、うんまあ、と同時に、まあ、あのこれは下地さんも昨年来からおっしゃっていたと思いますけども私などもむしろ政権を取った直後に支持率がその時10ポイント下がることを想定した上でです、ねうん、やはりこれは日米の政府の重い合意なんだから。うん その市民合意県民合意国民合意のもとで辺野古の沖合に移転することを団長の森で進めるというふうに言っとけばよかったとも言えますね。うんまあ、しかし今回の,あの合意の内容を見て辺野古先周辺水域内って書いてありますけどもまあ正直言ってですね私はもっと強い書き方でくるのかなと。月末という言葉じゃなくて、まあ あのー、1800メートル埋め立て、食い打ちとか言ってですね、決め打ちをしてくるのかなというふうに僕は正直と思ったんですよ、まあ、そういう声はありましたから、まあ、しかしながらアメリカもですね、日米合意をしても、14年間できなかったものと同じ合意内容の匂いがするわけですよね。ししししかし今回の5月のののの月日まであ日までの間でで間その決め打ちをしたもも合意してもですね、まあ 田中先生が一番お分かるように、これ日本政府もアメリカ政府も作る能力がないんですよね。うん、最後沖縄県の知事が印鑑を押さない限り、うんで,ね、できないというまあ,、うん、あ一つのジレンマがあるわけですよ政府にとっては。うんうん、だからいくらこの,あの国という国家がこの地域にものを作るといっても許可認可権があの県知事が持っているという、うん、それが外交安全保障の大きな影響を及ぼすというような。うん ことであっても仕組みがそうなっている日本の中で今の中山知事はもう幼いとおっしゃってるしそれがまあ今日もあの実行は極めて難しいというそうでしょうねだからまあ私からするとまあアメリカもですねそのことを少し慎重な姿勢になって決め打ちをしなかったのかなとまあそういう意味ではね近いうちにまたこの論議がですねこれは8月末って書いてありますけど 今の六月や5月の後半と8月末までにはです、ねうん、私は変化は出てこないと思うんです。うん、で、11月になったら地位選挙があります。はい、その地位選挙では印鑑を押すのか押さないのかっていう論議を、まあ、する選挙になりますよ。やっぱそれは一つの沖縄的には争点ですか争点にしかもそれが争点にならない可能性もある。なぜか。全員が押さないってマニフェストに書く可能性があるから。あ候補者がですねととなってくると なってくるとこの今回決めたものはです、ねうん、ある意味永久にできないと、はい、だからそうなるとこの部分に関してはやり直しをしなければいけないのが、うん、半年以内に出てくる可能性も出てくると、うん、まあいうようなことからすると不透明であると。うん まあいうことからしてもこうやってある意味少しファジーに書くことはまあ知恵を絞ったのかなというような感じしますね。というふうにしてるんですがこれは前回5月15日に「普天間問題ウルトラシー」という副タイトルで下地さんに出ていただいた時にも下地さんもこれはある意味ではその日本は押されてるように見えると確かにその鳩山さん というよりもまあ鳩山さんの周囲の方がですね毎日日替わりメニューのスポットライト症候群でえ混乱しているように見えるので押されているかのように思われているけれどもアメリカもその9月に向けての予算措置ということ、うん、あるいはそのこれはアメリカにとっても非常に妥協するとかじゃなくて非常にアメリカが押しているのではなくアメリカもその非常に追い込まれているんだということを僕はもうその通り予算面でもそうです。うんうん、実効性 ででも、うん、そうです、うん、アメリカも5月までにこれインカンが日米合意がなければこれはもう予算がつかない、はい、予算がつかないとなると4軍の再編がパッケージになってますから、はい、このパッケージが一挙にそのロードマップが狂ってしまうと、うん、これはあのアメリカという大国はあのもう世界中であらゆるシフトを引いてその ある意味戦争をやっているところですからそのシフトが狂うということは日本とは全く違うくらいの大きな影響を及ぼすということになってきますからやはりこれ日本だけが追い込まれているんじゃなくてアメリカもこれはものすごく慎重な対応しなければいけないとこれがそのポイントの中にもですねグアムなど実は国外移転も検討と前から言っていたのかもしれません。あるいは県外への一部訓練移設と しかしこのグアムなど国外移転も検討というのがあえてポイントの中に入っているということは。いいやそういうことで僕らの僕らの最大の,その、まあ、理想的な姿っていうのは、うんね、予算を遅らさないように5月30日までには合意する、うん、そして辺野古の場所に関してはファジーでもう一回論議が必要にする、うんうん、しかし右の方ではあの県外国外の あの沖縄の基地負担軽減に関しては具体的に書くそして田中先生が言ったように、うん、海外というものが将来像の中にアメリカが認めて書き込むと、うん、そういうふうになってくると ある意味いい感じなな物事にりますよって言ってて言たんですからそれがまああの市民合意県民合意国民合意のもとで辺野古を今までの経緯の約束の中で決断したというふうにやっぱ支持率はその時15ポイント落ちるかもしれないけども県民合意市民合意は今下地さんも言ったようになかなか取れないという形の中でアメリカのメンツも保った上で。 中長期的なアメメリカのフォーメーション、うん、そしてまたあのこの番組では学信院大学の教授の井上俊和さんというですね、うんえー、方にも出ていただいてるんですけどこのやっぱり日米安保あるいは地域安保、うん、国連安保という重層的な中でどう捉えるのかと、うん、つまり日米の安保というのは大変大事なものだけれども、うん、じゃあ日米安保だけあれば万全なわけでもないし、うん、じゃあその時に他の国を敵に回すんではなく、うん、どういう でもこれがそのアジア構想という非常に抽象的なことしか残念ながら今の内閣は言わなかったので具体論じゃないよねって思われてきちゃったんですね。マシカ先生もう一回来ていただくとここだけは沖縄の県民は納得しませんよね。一番目ですね。二番目の八月末スってのもしかしこの二つは沖縄が決められるんですよ。インコンをさなきゃいいんですから。そ,うですね、それ以外は沖縄の人決められないんですよ。うん、なるほだけどその以外はこれは満点ですよ。 通りですね、だからいいんですよ、うん、ここは自分でやらないと決めればいい、うん、ここは国家間が合意したんだからちゃんとやればいいと。うん、にもかかわらずですねだからある意味ではこれがまさに今回タイトルをつけた始まりですしです決して追い込まれて屈辱でもない、うんうん、もう一回あたいい意味での建設的リセット をここで日本は掴んだはずなのになぜその下地さん以外のですね沖縄選出の議員の方やあるいはまあ連立を組んでいらっしゃる女性の方とかがあんなに切り立ってらっしゃるんでしょうか。いやね僕ね福島さんの今日の動きを見て、はい、まあ昨日も社国で会談をして、まあ今日というのは金曜日二十八日でございます。はい、あのいろんな動きを、うん、お話を聞いていますけれども、はい、その理想なのか。うん 沖縄側ののの立場なのかいいいううをもも少し考えてもらいたいんですね、うん、僕に言わせるとこれはこの行為は社民党がいろんな提案をしたことも入ってますよ。うん、自衛隊の基地使いいなさいとかグアムサイパーも入ってますそれでこういうふうな自分たちの一つの成果を大事にしながら今このタイトルになりますように始まりだと、うん、次のステップだということをですね沖縄県民に説得できない政治力だったらそれ社民党の力がないということですよ。 そうですね、辺野古ができるとかできないとかというよりも、将来像的にこれがしっかり書かれている、しかも今度の閣議決定の中には、県外、国外をこの政権を目指すというのも書きましょうと、でそれで閣僚委員会をやらなければ、物事を決めないというのも書きましょうと、地元の合意も取るようにしましょうと、あらゆるある意味ですね、その日米合意以上の国家としての姿は、こういうものでやりますよというのを書くと言っているのにもかかわらず、 それが、学僚がですね、サインできない、そして離脱をしてもいいと、ね、福島党首がおっしゃるというのは、うん、私は本当に、ね、私の一丁目一番地は沖縄だと言うんだったら、沖縄だったら、どう進めていくかを考えたら、離脱なんか署名しませんという、イデオロギー的な考え方で決断しちゃいけませんよ。うん 私はそういう意味ではね、少しね。ですからもしかすると、もしかするとではなく明らかにこの今回の共同声明のポイントというのは、うん、まあ福島さんたちが夢見る夢子ちゃんで思ってるようなものが実現できるかもしれない一歩なんです。一歩なんです本当に。うん、だからそこのところをね、いや鳩山のホームランにこだわるのか。うん、送りバンとクリーンヒットでも。 次のバッターは自分だから、うん、社民党というバッターだからちゃんと打ってまあ、まあ、これに人がバッターだと皆さんが期待してるから別の問題ですが <laughs>、はい <laughs> うん、だからそれをやれるね、うん、あのチャンスが自分にある、うん、これ政権の中でなければあ社民党だって厳しいですよ、うん、誰も社民党の話聞かない、うん、だからそういう意味ではですね連日の中で残ってやるっていうのがね、まあ、今日ですねまあ今委員会が金曜日やってますから、はいうん、まあ私が見たら 総務委員会が終わって7時前後からこの閣僚基本政策委員会というのをやって加盟代表と福島代表と平野官房長官が話し合いをすると思うんですよね、その中でですね、どういうような結論を出すのか、その後すぐ閣議ですから、それで署名しなければ、それはもう連立を離脱というような形になってくるというまあまあ手順といいますかね、この8時までの間がですね、 一つの大きなポイントになってくるわけですけど、ぜひです、ねうん、お考えいいたただきたいねと、まあ、これはあの下地さんは繰り返しそのいや、多くの皆様、沖縄基地に経済なしではやっていけないんじゃないかと思ってるけど、そうじゃないんだと、むしろ GDP の中で占めてるのは、沖縄において8%ぐらいの、はい、むしろその他の観光であったり、農業であったりです、ね、さまざまな産業なんだと、それを育成する良いチャンスだと。うん、いや、もうこれね、土地がものすごく返ってくるの。 ナイン、うん、沖縄の人口は嘉手納からイナンが80%ですから<ー>だからこのイナンの土地が、うん、北部地域が土地返されても急には活用できません、うん、だけど嘉手納か,らナからイナンの土地が返ってくるとさまざまな沖縄の 経済のファクターが広が広ってくるしかしその非常に目先しか見ない沖縄の方あるいはまあ政府の中にもいるかもしれませんけどそういう方はその普天間が辺野古の方に移動しないことで、えー、持ってる土地が上がらねえなとか今まで先行投資したものがなんか赤になっちゃうなとかそういう懸念っていうのはないんですか旧来的な発想いやそれはもうこの14年間ストップしたことで、うん、ある一定の全部の精査ができたんじゃないかと思いますね。 私は今はもう基本的に沖縄の人は基地で経済成り立たそうという気持ちにもなってないし基地経済基地の移転だとか新たな基地のそういうようなもので経済を作ろうという人の考え方も少なくなってますしもっと僕らにはチャンスがあると沖縄の特徴を使ってさまざまなチャレンジをすれば 沖縄っていうのは基地経済以上に面白くなるぞというような思いに沖縄県民はものすすごくなっていると思うんですよねこれは前回もお話ししたかもしれませんが例えば全日空が沖縄にカーゴの基地を設けて、うんはい、国内の貨物をみんな夜沖縄に持ってきて、はい、そこで仕分けをしてです、ね、バンコクであったり上海であったり、うん、あるいはマニラであったりに、うん、もう朝の9時にはオフィスに荷物がつくというのやっててこういうことこそは逆にもっと国家的にですねです日本航空に戻ってこないお金を だったらした方がいいと私はずっと言ってるんですけどね。積極的な政策でしたね。うんだから私は前原大臣なんかもね、うんそういう政策を自分の目でしっかり見て。いやこれは一民間企業がやってるのに国はちょっとも気づいてないうん。だからねそこのところがね、うん育て方が分かってないね。沖縄は。だから私はもう沖縄と北海道はそれぞれあえて時差を一時間ずつ作ってですね。でサマータイムにすると北海道は逆に。 夏の時間はシドニーよりも早く為替市場やあるいは株式市場が開くと千歳空港を24時間空港にしてあのヨーロッパやアメリカからのカーゴの荷物は東南アジア行くのにも重いですから一回そこに降りると逆に沖縄も時差を作ることで東京や大阪の方が週末に沖縄に行ってそして非常に健全な例えばカジノであったりですね健康に良いお料理を食べたりすると。 なもうあのやっぱね地方の個性を生かそうっていう政治がなかなかない、はいうん、全部金太郎飴みたいな物事を作ってきましたから、うんまあ、そういう意味ではですね、うん、そういう意味では私はこういうふうな地域の個性、うん、あの B 級グルメって今あるじゃないですか、うんはい、ああいうふうなものの東京と大阪とは違うけれども、うん、あの経済の活性化になる個性がねそういう B 級グルメが海外に出せる。うんうん そういういが沖縄にあるんですよ、ね、しかしあの、まあ、今の政権の中でお子ちゃま大臣ではなく大人大臣だと皆さんが思ってるのはその考えに賛同する市内別として亀井静寿くらいしかいないと注目の一致するところなんですがそのもうまなでしというよりも亀井さんをはるかに食ってしまっている下地さんのような声の大きな <laughs> そしてこの着想力のある人の意見が何でこのしか。 切るがえって沖縄の普天間問題ではそちらに政権は行かなかったんでしょう。は、まあ、やはりもう一回ですね、うん、14年間の検証というものを丁寧にやるという力がかけていたそしてその政治決断をするという力がかけていた、うんうん、結局はこの、ね、辺野古という地域をやったのは前の政権の その官僚たちが作ったことをなんとか日米で合意したものをや,るやろうという力が相当働いてますよね。それとやはり日米のです、ね、安保評論家族といいますかさまざまなその方々があの枠組みを壊さないようにすると、うん、まあだからまだまだ民主党3党の政治がですね政治主導で改革性があってドーんと新しいものをやるだけの力がですね 私はは岡田務大臣にはななかかったのかなと、うん、交渉能力というかね対等な日米同盟というのは間違いなく自分たちの,その個性を出しながらも安全保障のアジア全体のバ,あのバランスをちゃんと保ちながらも物事を変えていくというね、うん、そういう力がね一、うん、回ねどっかでね検証しないといかなな、うんいやその意味で言うとですね非常にその民主党政権外交を何しとるぞって言ってたような方が急にですね、うん アメリカが当初から言っていた通りにこうやって落ち着いたんで鳩山政権は認めないけれどもよくぞやったというようなこと、まあ元外務省にいたような岡崎何がしさんとか言ってますけどこれはもう全然禁止的な見方だとですからあのその意味で言うと下志さんには11月の14日にこの番組に安全保障って何というのが出て,るって、はいてその直前にあの衆議院の確か予算委員会で、はい、わずか10分弱でこの13年間の瞑想であったり沖縄というものは何かという話 私はこの一番下に書いてあるやっぱり哲学と覚悟をお持ちの方だなと。ああああ 別にここんんなところで下井さん褒めてすんです <laughs> 哲学と覚悟あるいはこの矜持と定観、うん、まあ定観っていうのは人間やってもできないことがあるでもアメリカなしで日本がやっていけるわけでもないけれども、うん、だからといってひれ伏してしまうわけでもなく、うん、誇りの矜持を持とうと、うん、しかしあのずっと私が申し上げてるようにこの政権というのはずっとスポットライト将校軍だと、うん、その戦略とか戦術とか、うん、哲学とか覚悟を持ち合わせないままテレビのライトをですね、うん、その会議室から出てきて浴びると。 急に官房長官以下みんな言うので自民党のときのような閣内、党内いろんな意見が出ても最後孤独の沈黙を守っているです、ねうん、首相のもとで意見が修練するんじゃなくてどうも拡散していく、うん、そしてまあジョン・ F ・ケネディというのは素晴らしい方だったと日本では今でも思われていますけども、うん、まさにベストアンザ・ブライテストだった人たちがベトナム戦争の泥沼を作っちゃったと、うん、どうも今見ているとこの J が事業仕分けと JAL とです、ね、<laughs> F が普天間で K, <laughs> K は景気だったり ですね、挙句の果てには検察まで出てきたり、うん、公共事業も瞑をしたりと、うん、どうもこの国の形ばっかり言ってるけれども在、うん、り方を示すその太い政治家がいないという気がしますけどもうんずっと内部でご覧になっててやするところってのは一つのまあ今日は普天間の話題がありますから、はい、普天間一つを見ても、うん、戦略性には欠けますね。そ、うん、そして間違いなくその この閣僚をはじめとして全体でこの問題をどう解決していくかということを総理のもとで全員が全員が考え方を共有してそれに向かって走るというそういうこの内閣にはまだなってませんね。そのの前原沖縄担当大臣は5月日日という日日が来るんだったら ね、この6か月間で私は何をしなければならないのか、岡田外務大臣は何をしなければいけないか、この通り、自分たちの考え通り普天間を終わらすというんだったら、さまざまな日米交渉は牛肉から何かあるわけですよ、これは譲って、これは譲れないでっていう、うね、こういう戦略を作ってきたのか。 防衛大臣は新たな抑止力、まあ、動的抑止力とかって言ってますけど沖縄に駐留しなくてもいろんなことができないかってこれを相対的にまとめながら官房長官がまとめながら基地問題や内政と外交がもうぐじゃぐじゃになるものなんですよ。それれをきれいに その戦略を練、ね、ってやるっていうね、力がね、つ、うんね、けていたなって思います各国も別に、最時期でクリスマスがいくつとか、選挙がいつとかいうだけではなく、そういう逆算工程表を作るし、私も下地さんも、あの意見を同じくしない部分のような政策が多かったかもしれませんが、その小泉純一郎内閣というところにいた、うん、先日も一緒にお話したんですけど、飯島勲さんという方が。はいはい、でも彼がそういううういいこここの時こういうこと が起きるからこうしてグリップ効かせてこういうチーム作んなきゃいけないと<う>やっぱそういう策略家がいないってことですか？官邸の政治力ですよ。うん、官邸の政治力っていうのがあらゆるものの中で政権運営していく中で必要ですね。うん、飯島さんは福田官房長官までね、うん、ある意味染み上げて <laughs> やめてもらうぐらいこの官邸の中でも。 うん、官房長官ではなくて総理の考え方を重んじたそ,、ね、それぐらいの力がないとこういうハードなこれからの政治状況は乗り切れませんね、うんまあ、しかしその総理の考えが皆がわからないのかもしれませんし総理にどういう考えがあられるのかでもまあ小泉さんも別にそんなに考えはおそらくなかったんですよね。<laughs> 多分行政ただ直感的に行政改改革革ととか言って公務員改革すると そっぽ向かれちゃうからそこは良くも悪くも先送りしとこうと、うん、大きなアドバルーンで郵政と高速道路というのを挙げるけども、うん、その結果は中曽根さんがやった J R JR とのほどになんなくてもいいと思ったのかもしれませんけど、うん、まあただいずれにしてもそのかき割りだったかもしれないけど飯島勲という人がいて行えたとかありますよねありますね 官房の要にでもならない限りこの政権のウルトラシー不要はないってことですね。そういうことは100%ありませんけれど <laughs> いえいえただ、田中先生と私たちは、うん、いつでもそういうことを、うん、頭の体操をしながら、うん、チャンスを待つという時期を作らなきゃいけないですね、うん、やはり今、自分の立場が違う立場であったにしても、うん、あの立場になったら私だったらこうするという,う、ね、イメージトレーニングをいつでもやってないと。はいうん それはでできないんです政権を倒すというだけじゃなくて、うん、政権を運営したら何をするんだというそういうことをですね、うん、常日頃から考える、うん、チームを作っておく必要があるというふうに私の方から介入をさせていただきまして。うんうん <laughs> 言ってる意味分かりますすかかかってますかわからないあ,あでもやっぱりあのこ実はですね多くの皆さんもですねその非常に表層的な報道だと「いや下地さん一人で勝手にアメリカ行っちゃって誰の命令誰から許可得たのよ」とかいう人がいたりですねあるいはなんか亀井さんも下地さんも書かかき,き回ししてるだけだっていうけどこれはもう亀井さんは実は福島さんに「あんた今落ち着きなさいと」とこんなにあなたにとってあなたの支持者も望ましいこと。 ができるチャンスはないってことを言ってるのにそれが分からないとなるとこれは洞察力のない政治家でしょうしある意味ではかき回してるというふうに下地さん私は見てる人がいたらこれは非常にその目先の話でやはり政治家というのはそれこそ10年先15年先を見た上で今何をしていくかだとまあそうやって翻るとですねやはりこの哲学と覚悟っていうのが今の政権にあるのかというところが多分その中園康弘さんも昨日誕生日を 九十、うん、何歳迎えられましたけど多分きっと接し役案されてるところなんじゃないかなというですね、うんうん、まあこの普天間の問題の一つの、うん、まあ一つの解決のスタートがこれからのさまざまな問題の教訓となってですね、うん、同じ間違いを起こさないようにやっていくことが大事かなというふうに思います、ねうんうん、しかし同時にそれはやっぱり下西さんたちが述べていることが足引っ張ってることじゃないと、うん、やっぱり学校の先生がやんちゃ坊主でもそいつに期待してればこそですね お勉強できなくても注意すんで、うん、もう注意しなくなったらもうどうぞ三月まで早くエスカレーターでいって卒業してくださいって諦めてんのと同じなんで政権内部にいながらあるいは与党にいながら私も含めて述べるということは逆にいい刺激だというところを思わないと、ね、おべんちゃら言ってくれる人ばっかりじゃ三党、ね、連立が必要なのは、ねうん、考え方が違う、うん、だから必要なんですよだから田中先生が言ってる内,内部からも声を出す人がいないと政権はうまくいかないんです ということでですね本日二十八日金曜日大変忙しい中下地美京さんにですね三度番組にご出演をいただきましたいかがだったでしょうか目からウルコの日本最高それでは来週もどうぞお楽しみにどうもありがとうございます,います日本の借金は一兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたです。 あなたの1票で日本が変わる。